理科学研究所の篠崎ですあの今日はあの、えー、データ科学によるバイオ研究の新展開の期待ということであのむしろ皆さん方に期待することをお話ししたいというふうに考えています。であの5つ考えましたけども前の2つはあの基礎研究としてのライフサイエンスそれとゲノム研究でそこに、まあ、情報科学がどう あの、関わってくるかということを少し考えて、えー、データサイエンスへの、あの。発展を期待したいと思います。それから。後半は、あの、ここに書いてありますよね、SDGs とか、ササイティン五点ゼロとか、それからバイオ戦略とかいうことで。むしろ応用面への展開ということで、あの、お話をしたいと思います。で、最初の方ですけれども、まあ、私、あの、植物の遺伝子の研究を。長らくやっています。で。まあ。 歴史的にちょっと振り返ってみて今後の発展にどう行くのか,ある,かあるいは植物の遺伝子を研究している人から見てこのデータ科学あるいは情報科学がどうその次の段階に持っていけるのかということを少し考えてみたいと思います。でまあ歴史的に少し振り返ってみるとまあ遺伝子研究っていうのは分子生物学や遺伝子組み換え技術が、まあ、その基本にあるわけです。で まあ、1980年代に非常にあの発展してきたんですけども特にその遺伝子情報っていう面で見ると DDBJEMBLGENBANK のこのいわゆるデータベースですよねデータベースのコラボレーションというのが一番最初にあったというふうに思います。でその後モデル生物が植物動物いろいろ取り上げられまして、まあ遺伝子まあ、ゲノム全体の解読とその 機能解読ということで、えー、大きく進んできたのが1990年代で、まあ、2000年頃にいろいろなそのモデル生物のゲノムが解読されてそれをベースにした、まあ、いわゆる逆遺伝学的なあの変異体の解析あるいは、えー、トランスクリプトームとかそういったマイクロアレイ技術もできましたし、まあ、そういった新しい技術が 生物の理解に大きく役だったと思いますでただあのデータベースがいろいろな形で作られましてそれが乱立したのがおそらく2000年以降だと思いますけれどもそれが統合化に向かったということでまさにこのプロジェクトはそのデータを統合してどう利用していくかという次の段階に向かったプロジェクトだというふうに考えています。 でまあ、あの専門的な植物科学分野をちょっと振り返ってみて私の分野から見てどうかということでお話をしたいんですけどもこれはあの過去50年間の植物遺伝子あるいはゲノム研究をこう発展を見てきたものですけども私自身がこの植物の遺伝子の研究を始めたのはおそらくこの非常に初期からだと思います。1980年代に 入る前ですけどもで、遺伝子組み換えの実験それから植物への遺伝子導入それによる解析ということそれから同じ頃にあの1980年代からですけどもモデル植物のシロイナズナの研究が始まりましてそのゲノム研究が国際的な連携で進んできたと。で2000年にシロイナズナのゲノム解読それから2004年ですかね 稲の精密ゲノム解読ということでさらに全体のゲノム起動解読ととといいうこでで進んできたと思いますでその頃にイメージしていたのはやはりそ,のそれぞれの生物のエンサイクロペディア、まあ、どういう遺伝子があってどういう機能があるのかっていうことを、まあ、調べていくのかなと、まあ、そういうイメージで進んでいたと思いますけども最近はもうちょっと全体的な。 制御の問題としてて取り上げているとかしシロイナズナに関して、えー、振り返ってみますと当時その補助試験補助でやれる研究というのは非常に限られていました。でそれを実験室に持ち込んだのがシロイナズナでして、まあ、それによって加速的に遺伝子の研究が進んだというふうに考えています。でこれはあの 蛍光灯で室内だけで育てられますしたくさんの種も取れるしまあ3か月ぐらい3か月から4か月で世代が回せるということで、えー、多くの植物研究者が取り上げて、えー、一つの材料として集中的に解読したということが挙げられると思います。で2000年にゲノム解読それからあそれのお機能解析が進んできたと。 で日本は非常に大きな貢献をしていますでこれはあの歴史的に振り返りますと1960年代にあの遺伝学者が主ンナーズナを主に携帯的な突然変異体の解析で進んでたんですけども1980年代に主に分子生物学をやってる人たちが取り上げましてそれをお、まあ、ゲノムレベルで解析しようということが1990年に始まったわけですね。 でゲノム配列の決定のプロジェクトこれはあの1995年に、えー、国際チームで、えー、実際に始まったわけですけれども日本ではあのカズサディアナ研究所の田畑先生が三、えー、分の一ぐらいを決定しましたでその後も、えー、ここにアラビドフィス2010プロジェクトってありますけれども。 2010年に向けてアラビドフィスのゲノム機能どういった遺伝子がどういった機能を持っているかということを調べるということが国際的にプロジェクトとして進んできたわけです。で毎年の国際会議でどこまで解読が進んだかというようなことを進めていまして2010年にこのプロジェクトが終了して まあ、一つの区切りににななったかなというふうに思いう思ますでその後も、ま、ず全てがここで海賊が終わったわけではないので毎年このコミュニティーは非常に真面目で毎年その国際会議を開いて、えー、各国の取り組みとかそれからそれぞれの成果とかいうのものを毎年アニュアルレポートという形でまとめています。で白いナズナに関しましてはこのアニュアルレポートを毎年。 出してるわけですけども、えー、だいたい2013年ぐらいで、えー、その予算が切れていましてゲノムアロテーションも低アテンで今止まっていると思います。で、だいたい33,602個の遺伝子があって、まあどういった遺伝子があるかということがあ列挙されていますし、まあそれぞれの変異体のリソースに関しましては。 アメリカのアラビドフィスバオロジカルリソースセンター a b r ー、それからイギリスのノッチンガグアラビドフィスソックセンターそれから理研があのアラビドフィスのリソースセンターをやってますけれどもバオリソースセンターがあーその一翼になっていますで、シュルナゼに関しましては日本の貢献が非常に大きかったというふうに言えると思いますで、それはあのゲノムシークエンスが 田畑先生の努力で、えー、全体の30%近く28%を日本で決めるとそれからその後のトランスクリプトのデータそれからマイクロアレイとか CDNA のコレクションとかそういったものも日本がかなり貢献しましたし変異体に関しましても理研カズサなどが中心になって集めまして今はそういったリソースがバイオリソースセンターに集められています。 でその後もメタボロームそれから統合データベースのプロジェクトが動いていまして、えー、その後の植物科学の発展ににがってていいいるという,ふうに考えています。でまあ、こういったモデル生物あるいは稲の研究も進みましたけれども、まあ、現在はこの基本的なああ植物の機能解読シロイナズナあるいは稲をベースにしたもの をとにして、まあ、多様ただまあこれらの機能解析に関しては今でもシロイナズナが非常に重要な役割を果たしていましていまだにトップジャーナルにはイネシロイナズナの研究成果が多く発表されていますし新しい発見はここでなされていると言っても過言ではないと思います。 でこれらの新しいその作物への展開がまさに今進んでいるところでありまして、えーまあ、ゲノムのデータそれからトランスクリプトームといったそういったデータベースをもとにした研究が進んでくるというふうに思います。で今、まあ、植物の方では特に新しいフロンティアとして注目されてますのがフェノタイピングフェノーム解析です。 でまあ、植物はご存知のようにいろんな環境で成長しますしいろんな環境に順応する適応するという形で生育していますで作物に関しましてもいろんな環境の影響が非常に大きいということもあっていまして、まあ、環境と植物の成長あるいは終了とかそういったものも関わりますのでいろんな環境での表現系解析 どのよううにしてて量化するかということいいこが今進められていますでそのための画像あるいはロボット技術などの利用でそういったデータをどう扱うかということがまさに今これからのおチャレンジする課題となっているというふうに思っています。で一方は人とか稲に関しまして、えー、そのゲノムの発展あるいはデータベースがどうなっているかということを、まあ、簡単に あのサマリーしますと、まあ人間ゲノムの解読は二千三年に国際チームで非常にお金をかけて行ったわけですね。これは理研のグループ、坂木先生のグループが六パーセントを貢献したということです。でその後はあの個人ゲノム、まあ要するに病気の原因遺伝子あるいは有形質のゲノム機能研究などが進んでいますし、まあまさに個人ゲノムの方にいっています。 でえー、人の場合ですとやはり個人ゲノムで人に集中するという形でモデル生物から人という流れで進んでいると思います。でこのデータは非常にたくさんのデータがもう既に揃っていまして個人ゲノムそれからあ、まあ、医療データとかそういったものを使った新たな展開が進んでいるというふうに思います。 2004年に精密解読がこれも国際チームで終了していますこれは農水省のグループ佐々木先生のチームが中心になって50%を決めたということで稲に関しても非常に日本の貢献は大きいというふうに思いますで稲に関しましては育種の重要形質に関わるような遺伝子の解析が非常に進みました。収量のの増加ととかかかそれから火星のタイミングとか そういっったた。育種上重要な形質のの遺伝子の機能が次々と分かってきましたもちろん機能解析には白いナズナの解析と稲の解析が一緒に進んできたというふうに思います。でさらにはサイバー系統のゲノム解析それから野生系統のゲノム解析が進んできていわゆるスニップス、それからゲノミックセレクションなどで有用な形質が次々と分かってきているという段階です。 で現在はあの気候変動に対応した育種とかゲノム編集の利用とかいうことでまあ新たな展開が進んでいるというふうに思います。でライフサイエンスのデータですけどもまあ先ほど言いましたようにいろんなデータベースが次々と出てきてまあもちろんクオリティの問題もあ,るとあったと思いますけどもまさにその統合データベースのライフサイエンスの統合データベースのプロジェクトは時期にかなったものでして。 えー、皆さん関わってますから、まあ、よく知ってると思いますけども DDBJDBCSLNBDC の3社の協力で、えー、いろいろなサービスがあ中集められましたしそれからデータベースのおー充実も図られているということで、まあ、これがあのお日本の一つの中核的な役割かなというふうに思っています。で 先ほどあのお話がありましたけれども、あの和田の方で、えー、植物ゲノムの、えー、データベースの統合が進んでいます。で、あのいろいろなデータがしょりなずな秘密ではないか、いろいろその植物のゲノムあるいはマーカーなどが次々と集められまして、まあ あの磯部先生が説明されてましたように。あのプラントゲノムの中心的なデータベースになっています。で、これを、まあ、利用しやすくするためのプラントガーデンが。今年、あの公開されましたので。まさにこれからこういった統合化の中で。新たな展開がいくんではないかというふうに期待しています。で、やはりデータの統合というのは非常に重要でして、それが。クオリティ。 あるいはそれからそのいろんな形での利用という形につながっているというふうに考えていますで、まあ皆さんご存知のように DNA シークエンサーが急激に発展して NGS それから第三世代ということでどんどん安くなってきてますですから、まあ、ゲノムシークエンサーは種になるゲノムを決めるというだけではなくて ツールとしてゲノムあるいは RNA の解析ということで非常に大きなパワーを研究に与えていると思います。で一方ですねこれはあのゲノム編集技術それからディープラーニングですけどもゲノム編集技術は2012年にクリスパ p r c a の方法が出てきまして非常に 爆発的に利用されていますで一方そのデータをどう使うかということに関係して、えー、いわゆるディープラーニング人工知能の技術が進んできましたので、まあ、そういったあの生物の情報とおいわゆる情報科学の手法が、はい、融合することによって新たな展開にいくというふうに考えていますし、まあ、人工知能を使った研究が 生命科学でも非常に大ききくなってきていると思いますで一方ですねこれはあのゲノム編集技術それからディープラーニングですけどもゲノム編集技術は2012年にクリスパキャスの方法が出てきまして非常に爆発的に利用されています。で一方そのデータをどう使うかっていうことに関係して えー、いわゆるディープラーニング人工知能の技術が進んできましたので、まあ、そういったあの生物の情報とおいわゆる情報科学の手法が、はい、融合することによって新たな展開にいくというふうに考えられていますし、まあ、人工知能を使った研究が、まあ、生命科学でも非常に大きくなってきていると思います。で まあ、バイオ研究それから情報科学、まあ、それぞれ別々にこう進んできたわけですけれども、まあ、生命情報という形で、まあ、新たな展開を考えるときにやっぱりデータが非常に重要であろうとで、まあ、すでにデータがあるわけではなくてデータを取らなきゃいけない部分もあると思います。でえーまあ、あの囲碁ととかかか将棋とかそれからあの GPS の情報とかそういったものはもうすでに大量データがあるわけですけども、まあ、生命情報の場合ですとその取り方の問題も結構大きいなのでおそらく質の高い大量のデータをどのように集めるかというのがあのこれからの非常に大きな課題ではないかなというふうに思います。でゲノムシーケンスそれからトランスクリプトームはあーあー着実に進んでいますし、えー、解析の 値段も下がってますので大量にデータが集められたらと思います。それからメタボロンプロテオでフェノタイピングも進むということで新たなその展開として合成生物学的な生命のデザインということも進み出しているわけです。でじゃデータ科学がどう,どう進んでいるのかと。 いうことを考えたときにやはり進んんででいるのは気象学分野だと思うんですね大量のデータをどうやって取るのかということから始まって、えーまあ、予測もちろん気象あの天気予報もありますしそれからより大きなあの地球規模での予測とかそういうところにつながってますで、まあ、データの取り方ですけれども気象台それから百用箱アメダスとか。 そういった極地のデータの集積それからレーダーとか気象衛星によるいろいろなデータの収集ということで、まあ、あのデータの集め方が非常に進んできているなと思いますで最近ではあの観測データの高度化と集積が合わさっていますし画像解析率が非常に進んでいるということがあってスパコンを使ったシミュレーションデータどうかということで えー、天気予報も精度も上がってますし台風などの予測それから局地的な予測あるいはもっと今度地球上の長期予報ということで、あのー、結果として天気予報の精度も上がるし局地的な予報もできるというふうになってきてると思います。で一方生命科学に関して見ると微、えー、生物学による解析 技法これは要素還元論ですけどもある遺伝子を調べてその前後を調べるあるいはそれの影響を見るという形になりますけども、まあ、それを極めていくと群毛が増表数のようなこう一部分しか見られないという研究にも陥りかねません。でその中にやっぱりオミックス研究とかデータ科学をきちっと取り入れることによって単なる分子メカニズムを研究するのではなくて。 まあ全体像の理解そういった生命像の全体を理解するというふうに展開できるんではないかというふうに期待しています。まあ、データ科学がどのように進むかによってかなり変わってくると思いますけれどもで、まあ、分子生物学的な方法はこれまで大きな成果を収めてきています。ただ全体を見るときにやはりデータ科学 あるいは全体の自分が注目している遺伝子だけではなくて他の遺伝子を含めた全体の動きを知る必要があるということでデータ科学と分子生物学を調和させるということがますます求められるのではないかというふうに考えています。それで後半になりますけれども後半は主にバイオテクノロジーあるいはバイオ戦略との関係で お話をしたいと思います。<laughs> で、特にあのバイオの研究は社会との関わりが強くなってきています。で、この2010年以降ですけれども、非常に大きなあの社会的あるいは国際的なパラダイムシフトがあると。で、一つはあの。 SDGs ですけども持続的な開発目標が国連で2015年9月に提案されましてそれが各国で受け入れられて進んでいるこの「サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ」という17の目標は非常に大きなメッセージになっていると思います。それからもう一つが同じ年ですけども COP21 パリ協定これはあの気候変動の問題ですけども これに関しての協定ができたとで一方日本に戻って考えますと第5期の科学技術基本計画これはまさに今動いてるわけですけれどもこの中で「Society5.0」というあの未来社会をこう「Society5.0」という形で提唱してそれに向かった 研究開発あるいは社会を目指すということに動いていますでやはり同じ時期に生命科学あるいはデータサイエンスでも非常に大きなブレイクスルパラダイムシフトがありました先ほど言いましたようにゲノムシークエンスの技術の発展それからゲノム編集それから合成ゲノム的なアプローチそれからデータサイエンスはご存知のようにえー 人工知能ああるいは深層学習などの技術革新があったわけですでこの SDGs に関してですけどもあの皆さんご存じのようにこの17の開発目標の中には169の実際のターゲットがありまして、まあ、貧困とか飢餓とかエネルギー気候変動平和な社会など実現に向けた行動計画というふうになっています。で ただこの2030年までの目標は実際のそれを達成するための科学技術あるいはイノベーションが期待されていますですからこれを意識した形での研究の開発が必要だろうというふうに思いますで一方科学技術政策の方で日本の科学技術政策ですけれども これは現在、あのササエティーという形で、えー、方向けけが付られています。でこれはあの資料社会農耕社会工業社会情報社会に続く新たな社会がササイティー5.0であるでまあそれはどういう社会かというと、まあ、サイバー空間とフィジカル空間の高度に融合させたシステムができていて経済発展と社会あが 課題の解決を両立するような、えー、人間中心の社会まあ持続的な社会が作れたらいいんじゃないかということだと思いますで、そのための研究開発もいくつかありましてまあここには四つまとめて書いてありますけれどもエネルギーの多様化地産地消とか快適なバリューチェーンとか自動生産それから、えー、作業の自動化快適な配送 それから予防検診ロボット介護とかそういったサイバー空間とフィジカル空間を融合させるようなあものが研究開発として考えられていますいいバイオ戦略2019を,をまとめるにあたって、えー、中間答申のところまで、えー、まとめましたけれどもその後今年、えー、2019年バイオ戦略2019という形で 内閣府で決定されてされれて公表ました。で、これはあの過去2回、えー、日本ではバイオ戦略を立ててるんですけども、えーまあ、いずれもその実効的ではなかったという反省もあって、えー、今回はかなりこの実際のバイオエコノミー社会を実現するための戦略を取り込むと。 といいう形で、えー、ままめられていますちょっと一部あの変なになってますけども、えー、この4つの柱からなっていまして、えー、し市場領域からのバックキャスト、まあ、どういう目標を立てて、えー、それに向かってやるかということと今回はのバイオとデジタルを融合させて、まあ、データ基盤を作った上で それをを利用してバイオテクノロジーを発展させるとそれから拠点形成ですけれどもこれも単なる拠点の研究所を作るわけではなくてバイオコミュニティ圏を作って、えー、ある特徴のある研究を推進するとでそこに民間投資も入れるということになっています。それからあのその科学技術イノベーション会議では戦略司令塔機能を強化したいということで。 えー、まあ全中心にその推進室を置いて、えー、戦略を立てていくというふうな形で考えています。で、まあ、どういう柱かといいますと一つはあの、えー、多角化するニーズをもとにした持続的な一次生産の実現これは農業生産だと思いますね。 あ製造法で素材材や資材のバイオ化を実現するとで次が医療ヘルスケアですけどもこれを、まあ、ヘルスケアをかなり重視して進めるとそれからあ循環型社会をつくるということでここにあの5つの具体的な目標が書いてありましてそれに向けて、えー、バイオ産業を中心にした 新たなバイオエコノミーを作っていくという戦略になっています。でそれはあの人間の方の理解あるいは健康あるいは社会生活などにも関わるということで非常に大きな戦略になっています。で実際に市場領域を今回は設定してありましてここに9つの市場領域が設定されています。例えば高機能のバイオ素材 それからバイオプラスチック持続的な一時生産システム有機廃棄物有機廃棄処理それから生活改善ヘルスヘア機能性食品デジ,デジタルヘルスとかバイオ医薬品再生医療細胞治療遺伝子治療それからバイオ生産システムこれは工業的なバイオによるものづくりですねそれからバイオ関連の分析測定実験システム それから木材の確用、活用というような5つの市場領域を考えてそれに向けた戦略を立てているところで,すで一方あの具体的にこういうスマートセルに関するようなプロジェクトがどういうに動いているかということですけれどもこれは近藤先生が頂い,いた図ですけれどもネドではスマートセルインダストリーが動いていましてバイオによるものづくり でこれは DNA シーケンスとか IT ゲノム合成などを利用して、まあ、新たなものづくりをするとでこの中にはロボット化 IoT 化が含まれていて、まあ、いろいろなものづくりをバイオをベースにして行ううということですで。この動きはあのヨーロッパとかアメリカでも動いていましてこれはあのヨーロッパのバイオベースとインダストリーですけれどもバイオエコノミー政策の推進ということで。 えー、動いていてますでこれはあのバラバラのバイオの技術をだんだんつなぎながら、まあ、最終的にその全体の社会構造まで含めてバイオをベースにしたエコノミーバイオをベースにしたササイエティを作っていくとそういうことで、えー、これは2020年までですけれどもあの EU 全体に大きな投資がなされています。 でアメリカはもうこれは一つだけ取り上げましたけども、えっと、国防省の線のモレキュールをそのバイオ生産すると今までまあ化石燃料で、まあ、石油をベースにして作ってるわけですけどもこれをその植物材料あるいは藻類のような持続的な原料をもとにしてものを作ろうと。でそのものもを、 まあ実際にこれは軍事利用ですけれども軍事利用にしていこうというのがあの国防省の考えです。で、まあ、この中であのよく言われてますのはデザインビルドテストラーンということでこの DBTL のサイクルを回してものづくりをしていくということで、まあ、非常にあの合成生物学的なあの考え方が取り入れられています。 で最後にあの、えー、気候変動のことを少しお話しして、えー、まとめとしたいと思います。でこれはあの、えー、パリ協定2015年ですけどもおパリで、えー、この気候変動に関する協定が結ばれました。でこれはあの2050年には温室効果ガスの保出を0%にするということ。 それから2000日本は2030年には温室効果ガスを26%削減するということで約束をしたわけです。でこのためには科学技術によるイノベーションが必要であろうということになります。で皆さんご存じのように、まあ、あの今日も暑いですけれども、まあ、CO2 増加による温暖化も進んでいますし砂漠化も進んでいます。でこ IPCC の2013年の報告ですけれどもこれは2021世紀末にこのままですと最大4.8度まで上昇して海面が8 2ンチ上昇するということになっていますですからあの非常に温暖化の影響が大きいだろうとで IPCC は昨年2018年10月6日に、えー、報告書を作りましてグローバル・ウォーミング・オブ・ 1>, 1 0ドっという報告書ですけれども気温上昇を1 5度に抑える努力が必要であると。でそうしないと多くの地域で豪雨が増えますし、えー、まあ海面ももちろん上昇するとただし、まあ、1 5度の上昇でも影響は大きいんだけれどもさらに 2, 2度まで上がるともっと あの非常にに大きな影響が出出るといいううふうに警告を出していますただ、まあ、残念なことに環境問題は深刻な方に向かっているんではないかとで、まあ、不都合な真実のを記載している方向に向かっているとただ残念なことに、まあ、トランプさんは温暖化はフェイクだということを言っていまして、えー、パリ協定から脱退してしまっていると。でまあ実際にまあ この前9月十3日に国連で気,象気候変動アクションサミットがありましたけどもあの16歳のグレッタ・トゥンベリさんが怒りの演説をしたということは皆さん記憶に新しいと思いますけどもまさにあの次の世代にとっては深刻な問題になっていると。でこれはあの旭、えっと、ガラス財団が作っている環境危機時計ですけども。 えー、さらに2018年には14分危機に向かって時間が進んでるということでまさに環境問題に関しては待ったなしだと。でデータ科学の面から言うと一番予測できるのは人口だと思うんですね。で現在2019年は世界の人口は77億人です。で貧困層110億人それから中間所得層10億人で。 えー、まあ現在問題になっているのはプラスチックの海洋汚染とか台風の巨大化などがまあ目に見える影響です。で2030年には85億人になってこの時に極度の貧困層はさらに半減して5億人で中間所得層が20億人から30億人に急増してますますその地球環境には優しくない状況になってくるだろうというふうに言われています。 2050年は現在の予測では約97億人。ただ日本人はかなり減りまして1億人を切って9700万人に減っています。でこの頃になると本当にその地球環境の変動影響もかなり出てくるのではないかということで、特に農業への影響などは心配されていますので、まさに新しい育種が必要になってくるだろうと思います。で2100年にはおそらく100 9億人ぐらいで横ばいになっているのではないかと。アジアの人口はもう2050年には減り始めます。で、アフリカの人口が増えていくということで、ただ日本人はさらに減って7500万人。まあこれよりも減るかもしれないというあの予想もあります。で、まあ、まとめになりますけれども、まあ地球環境、エネルギー、物質生産、食料増産にこのバイオからどう取り組むかってことですけれども、まあ20世紀の科学技術というのは、まあ最初は知的 な活動、まあ、自然や生物の理解ということだったんですけれども徐々に社会との関係が密接になっていってらに2 1世紀にはより地球規模の問題の解決とか社会の持続性のための科学技術ということが求められますし、まあ、そういったことを意識した研究開発というものが今後重要になってくるだろうというふうに考えています。 えっと最後にどうもご清聴ありがとうございました。